やばいあー、ちょっとどうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。ということで、えー、っとですね、まず、今回進める前に、ちょっとね、報告しないといけないことがありまして、ちょっとやらかしたのよね。<laughs> まずは、 煙の特大剣っていうのを手に入れまして、えー、これはあの、苦戦したゾリクですね。あいつをまさかの配信外で、ちょっと対面する機会があって、倒してしまったと。多分、がっつりムービー流れてるかもしれないけど、まあまあ、それが一つ。あとは、パッと見でわかる人はわかる、えーと、今作最強候補の武器かな。がですね、黒騎士、買って練習してたら、 特大剣出まして <laughs>。いやー、やってしまったねー。出たのよなので、えー、この特大剣に切り替えてやっていこうかなと。で、えー、っとねー、一応、今ね、イルシールもいける状態なのよ。前回、あのー、教 なんだっけえー、信者のやつか。えー、倒したんで、多分、もう許しでりいけるのよね。なんか人形を手に入れてたんで。ただ、えー、っとねー、聖堂のところで、あれこれいけんじゃねっていうところがいくつかあったので、そこを行きたいなと。あとはまだ行けてないところだね。あ、深みの司教たちだね。ここで人形は手に入ってるからね。えー、まあここの先をちょっと調べたりとか、いろいろしたいなと思います。 さあやっていこうまあただねー体験初なんでさスタミナもすごいじゃんだからうまくできるかわかんないんだけど一撃に込めてやっていこうかなといやでもやっぱ遅いねー動きがね そうここを抜けて体験持ちがいるんだよねいきなりねでも若干無視したい気持ちもあるからこっち抜けてで行きたかったのはこの右手この右曲がったところバレたえっ、ー、とこれを いや、下がってるね。よし。上に行って、この先にちょっと行きたいのよ。で、その前に。うん、オッケー。これで行けるかな。こっちの話です。ん <laughs> で、こっからだよね。 なんもないじゃんと思ってこっち行かなかったのよああここつながるかあとねあっち側だったかなちょっと戻るかいやこっち側ではないかちょっとねこのあたりでも行きたいところが一か所あるんであれここ通れんじゃねっていうところ見つけてね さあおっ玉ねぎじゃんジークどうしたのおおきこどうやらまともみたいだな私はカタリナの騎士あれ記憶ないのいやそれとも別人がいるってことかやっとのことではいはい宝物かはそこそれこそ細い渡りの先にあると <laughs> さてどうやって近づいたものかなあ,あっちねうんー難儀してるんだねまあでもね前回巨人を倒してるんでそんなね心配する必要ないからちょっと行ってみようか よし行こう。んへへへ、<laughs> 邪魔にな、ゆくぶかやろうべて。はははははははまじか、お前、誰だ玉ねぎなら、みんな、間抜けだとでも思ったのかははは。<laughs> うわ、むかつくな。せいぜい巨人と仲良くな、さようなら。 ヒヒヒヒヒこいつ絶対許さねえ。もう落ちていくんだけど。あ巨人はどこなんだ <laughs> いないジュニかどういうことだっこそ。話が違うぜ。<laughs> よっしゃ。<laughs> てめやりなかったな、と。今日ものが言いたて,て恥ずかしくないのかよ。<laughs> <laughs> あ。て。 だせえだー今すぎっから待ってろよ。いるかなーああ、やっぱさすがにいないか。でも、あっち行けるっちゃ行けるのか。うーん。あれこれってどうやってあげたっけ だよね自分であげたよねあーじゃあ戻ってちょっと探してみようかいやーでもレバーってさおいやレバーあったっけ あれなんかある道開いたうわうわこれはちょっと大変なところ来ちゃったなめっちゃ襲ってくるね これはなんだここちょっと奥にも行きたかったねおっあーでここは あ,あ階段上れるんだ。ちょっと待った。そしたらちょっともうちょい下探索したいな。えー、こんなところあるんだ。探索しがいあるね。で、これがもしかしてショートカットなんじゃないいやーんなことに。あ,あショートカットだ、ショートカット。あ,あ、いいね。あ,あ、ここはこうやって。 通じてたんだねえー、そしたらーやべーやっちまったーボタン間違えたに「毒くの指輪」 毒神ちょっと待ってね耐性だもんね剥げるのはねあえへえこういうルートがあるわけね。 あーで、ここに出てくるんだ。はーこれは気づかんかったな。よし、行こう。さあ、どんなやつ待ってるかな。試しに、体験で行ってみよっか。 <laughs> 早速ミスったわ。痛いねー一発がね。まあ、これでしょとりあえず。 深みの指は深みの指はえっ、ー、とこれかああ記憶スロットねうわーなんかやらあ,ーあそこなんかいるしほっあっギリ 縦持ちが良かったかもしかして。ちょっとそこ倒したら縦に変えよう。ああ、強い強い。だけど、ちょっと待った。今はそうじゃないな。 だってちょっと吹っ飛ばされたら終わりだよねいたねお通路があるあー奥なんかいるわ うわーあっちもいけるーあれワンちゃんだねしかもねはいはいだよね恋したんだよな <laughs> 別に隠しがあるわけではないと。 よしうい青ざめたたへえあれ上にいるのどうにかしたいね やっぱ取れるなら取りたいよねー。アーバレスト。なんかちょっと強そう。後でちょっと見よっかね。怖えな、ここらへん、ね、はい、さあちゃん、こんにちちょっと見てみよっか。アーバレスト。ああ あーこれかクロスボウだねえー、しかも持てるあこれはそのうち備えてみようか <noise> 奴隷のズッキンあーこれだけ じゃあこれどこ行くのかなあ,あー上か上かでめっちゃいるないろいろい痛い痛いたちょっと待って壁 えっとそうなると正面 <laughs> めっちゃ構えてんじゃんあっちもいるなうわ嫌だなですよねー こわーえい。でもバック取ればね。イえーこ怖え。これは怖い。あ、残り火かしかも。これは怖いわ。えぇ、ー、どうしよう。 念のため回復しといてあれもおびき出そっか怖い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 。 やばいあー、ちょっとー <laughs> だと思った。あー。 意外と来ないね痛いっす。 よし,ごしあーあぶー、危ねえってことは、あれー、落ちていったのか。そういうことだね。で、あ向こうにちっちゃいのいるから。いやーねー、転落しー、まって、落ちてくださいって言わんばかりの配置だもんね、ここはねー。 一番嫌やわハハハハハあれまだそっちいんのえ、うん、どうだろういけるかな苦手なんだよな。 見てるもんねー。落ちるんだよな。<laughs> そんないいところよくおるわー。 Yes. Hey. Yes. とりあえず倒して、強いんだよな。えっ、ー、とさ、見てって思ったのが、反対側多分ね、行けないところがあるんだよね。そこに行けそうな感じなんだよね、こっから。あそこは行ったことある。あ一番は、あの、あー、あそこあそこあそこ。あの、岸のところから降りれば、 いける感じがする。早い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 。早い早い。早い早いって <laughs> マジでもう、こんなとこ。あっ。<laughs> 切ないね。相手は落としてない。ああ。 自分も自分だけど敵も敵なんだな落ちるときはねそこ手前かな奥かなよし当たらないなら。 そうだ、ね、多分ね軽かったから思ったよりダメージなかったねー武器 <laughs> 武器は装備しとかないとハーブねーよしよしさあこれでこっちに何があるああ お前魔法使えんのか火だ。ああ、火だね。おあれああ、繋がってたのか、こっちと。いよいよ、あんた、確か初対面だな。おい、嘘つけ。さっきはよくも。 俺はパッチ不屈のパッチだ見たところあんたも火のない灰のようだが俺に何か用でもあるのかい特になんもないおっ初対面なんだからそりゃ当然だなバ <laughs> リエ変なこと聞いちまった忘れてくれだがあんたはついてるぜ実は俺はッった名の知れた行商人あっ行商人なのか倒せなくてよかったね はいはい。赤虫。炎カット率を上げるとかあるんだ。ええー。松屋に。ウィンドショーテル、パリン、パリンダガー。パリングか。あーへえ。ゴミくず。ゴミくず何ですかあ、すげえ。カタリーナがある。あーで、黒川がこいつが今装備してるやつか。ピアスシールだ、シールドバッシュ。 え買っちゃうせっかくだしまあ武器はな錆びついた粉砕するとああそういうことね発見力が上がるんだね前田理教だまあ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 武器が買えたから許してやろうちなみに うわー重いねーで、も全体的に、能力は上がる。<laughs> もうあれじゃん。あいつじゃん、これ。すっげーダセーな。あ、でも黒騎士より性能いいわ。 あ胴体が重いだけで。はは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 は。ああ、なんだろう。なんだろう。これ白く塗,塗りたい。白く塗りたいね。あ、これでいこう。最高じゃん。いやあ。ああ、デロデロがたくさん出る感じかな。 おぼむろにいるしねうい、えー、そうなんだねこいつら昼つけてくるからきついんだよなーうぃ、えー、気持ち悪いマジで はい。うわあ、塊がすっげえ。で、お前が最後と。よし。赤いサイン楼石。へー。あ、じゃあこっちか。<laughs> 何も考えずに上げてしまったね。<laughs> 汚染かもしれないのに。 あでもかがり火あるねなんだここあれなんかさっきのやつらの親玉みたいのいないトゲああトゲシリーズかうわーああ 狼的なやつか。えーと、ロザリア。契約を願う。契約しとこう。なんか特にその、害はなかったもんね。能力の生まれ変わり、外見。ああ、いいね。はいはい。青ざめた舌を捧げて生まれ変わります。一生のうち、あと5回。ええー、すげえ。あ、ってことは、青ざめた舌を使ってできるんでしょう。 技量をちょっと捨てて、筋力に振れば、あの体験が片手で持てるわけか。あー、ただし、イルシールの直径とか、こっちが使いづらくなるわけだね。あー、考えようだなー難しいところだね、判断的にはね。 よしよし。じゃあ、今回はここまでにしようか。とりあえず、ね。語りない識揃ったし、これはこれで良かったんじゃないかな。あー、棘の鎧。斬撃とか強いね。棘にしてで、スピアシールドはそうだね。結局パリ、 しないんだったらっていうところもあったけど、そんなに差がないか。まあ、強化してるからなちょっと、あー、でも似合ってるね。これね。じゃあ、今回ここまでとしましょう。えー、動画を見てる方はここまで、えー。ライブ見てる方は引き続きやっていきたいと思います。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。